月17日公開日誌、日本時間午前2時36分ですが、この時間がね結構難しいんですよ。あの整形120度を超えました。で15度で1時間というふうに換算すると日本の時間プラス7日マイナス1日なんですが、アメリカ今サマータイム設定してますから、アメリカ今東部時間、いやいや西部時間が午前10時36分、だから8時間時差ですね。8時間時差で1日前、だから今日はアメリカ時間だと今6月16日の午前10時37分という時間になります。ただまあ基本どうなんだろうな、皆さんに分かりやすいのは日本時間で考えていこうが分かりやすいのかもしれませんが、実はこの、後で入校してから種明かしをしますが、6月16日というのはちょっと若干狙ってたところがありまして、6月16日にどんな意味があるのかっていうのはまあちょっとあの後で喋ることになるだろうと思います。さて今朝は、4時の段階で何時に着くかという時間評価をもう一遍し直しました。それで日のあるうちにどうしても着きたいということで、風は完全に落ちてたのでもうセールが巻いた状態で、あとはもうエンジンで走るしかないんですが、評価をしてですね、それまで2300回転だったんですがもうちょっと上げないとまずいということで今2500回転まで上げてます。でこの船2500回転まで上げると、あの湖みたいな静かなところだと7ノット出るんですが、でもっと回転上げることができます。最大8ノットぐらいまで楽に出るんですけど、ちょっとそれまで上げるとですねエンジンに負担がかかりすぎるかもしれないという、まあ、そんなことも考えて今2500回転で抑えてます。で2500回転で、ところが、やっぱり海は波がうねりで叩かれますから、どうしたってスピード落ちますから、でこれでだいたい6ノット台半ばぐらいでいけるんじゃないのと。そうすると日没前には、日没の1時間以上前に、湾に入れて日没、前に着岸できそうだという見通しが立ったので、午前4時にエンジンの回転数を2500回転にして、でもうあと着くのが見えてきましたから水もいらないと。万一の時のための水は若干残してますけど、基本は200リットルぐらい残ってたんで、ちょっとこれは重すぎるので100リットル、捨てようと。で100リットルで100キロ違いますから、100キロ違うとやっぱりね速力に影響を与えます。で100キロ落とすので単に水捨てるのももったいないんで、朝からもう一遍シャワーを浴びました。もう一番贅沢なシャワーの浴び方をして、もしかすると待ち構えてる皆さんは一刻も早くシャワー浴びさせてやろうとか考えるかもしれませんが、実はもう、今日早朝に結構な水を使ってシャワーを浴びて今すっきりです。でなおかつドジャーっていうこの布の覆いがありますね、これをもう入港の時には、真ん中より後ろ外してしまおうということで、まず左右を外しました。だから今こういう風にストトンです。で外すに際しては外側が塩水かぶってますから、まあ、これも真水で洗う、そのぐらい水があるんです、ね、真水でこう塩出しをして、今乾燥させてしまったところです。もう一分ですね、あと1時間半後ぐらい12時の段階で何時につけるかの再評価をして、エンジンの速力を上げるか、まあ下げることはないでしょうけども、このまま行くかちょっと判断しようかなと。でまだ旗上げてません。今旗なんか大した抵抗じゃないんですが、それでもやっぱり今上げようと思ってる旗は船尾の日の丸は、まあもう領海に入るには上げなきゃいけないんで、これは間もなく上げます。それから目的地を示す右舷のアメリカの星条旗と、それから左舷にですね、出航の時に直前のイベントで皆さんに寄せ書きしてもらった旗があるんですが、その旗と私が所属しているタンゴバヨットハーバーの旗と、これを左舷に貼ろうと。で、もうその準備ができてますんで、あとは後ほど旗上げて、
で上のドジャー、まだ天井ついてますけど、天井のドジャーを外して、で今朝からですね、あのトイレ掃除とかあちこちの掃除を結構始めました。まあね、今できることは限られてますけど、できるだけ、まあ、あの命を支えてくれた船ですから、綺麗な形で入港させてやろうと。おお、あちこちね、今この辺ね、ワカメのでかいのっていうかね、昆布が、昆布、ジャイアントケルプっていうんですが、漂ってます。で、まあこの船の馬力ならね、多分あのプロペラで引っ掛けても引きちぎると思うんですけど、小さい船だと結構あのプロペラ取られて動けなくなるみたいな騒ぎがないではないらしいんで、あんまり岸に近づかないように。でももうここはまだあの岸から100キロぐらい離れてますから、そこからちぎれたやつがこう流れてきてるだけですけどね。で、この辺りはそのジャイアントケルプっていう、あ、今ちょっと今アラームになったら聞こえましたから、これレーダーかけてるんですが、あれ1回しか鳴らないやつは海面反射を捉えてるだけだから大丈夫なんです。で、そんなことでね、今全くアラーム鳴ってないんで、今あのレンジ6マイルだから半径10キロ、直径20キロぐらい圏内に何もいないっていう、何もいないっていうか船は全くない。意外とね、サンデムに近い割には船少ないですね。で、快晴だったんですが、ちょっとずつ雲が広がってきて、これはおそらくね、雨にはならないでしょうけれども、今日は一日薄曇りになりそうな感じです。一日中だってもう昼前ですけどね。はい、長々喋りました。ちょっと外見てもらいましょう。はい、いやー、海面をケルプで漂っているのが分かりますか。あちこち漂ってます。結構な量です。このケルプは海図にも書かれてますからね、有名なんでしょう。シャワーシステム、このシャワーシステムはね、子供がちっちゃい頃だから、今からそれこそ20年ぐらい前にキャンプ用に買ったやつで、それまで使ってなかったんですが、今回すっごい役に立ちました。いや、これはあのポンピングを20回ぐらいすると、だいたい 1.5 リットルぐらいがシャワーとして出てくるという、これ優れものです。はい。アメリカ、サンディエゴまであと6マイル。そこにこれから皆さんちょっとカメラ振ってご覧いただきますが、サンディエゴの街並みが見えてきました。住宅街が見えます。だ、昨日島が見えた時にランドフォールと申し上げましたけれども、アメリカ大陸という意味では今日が本当のランドフォールです。ランドフォール、本でもって旗を日の丸と、星条旗を上げました。あとあの支援の皆さんの寄せ書きの旗はこれから上げます。というのは今上げに行ったら結構な波と風でですね、危険なんで、湾内に入ると波なくなりますから、だから湾内に入ってちょっと落ち着いてスピードを落としてから上げようと思います。まあ実はですね、今日になって確認したんですけども、まあ、2、3日前から気はついていたんですが、実はあのマストがぶっ倒れてるか、あるいは折れててもおかしくないというような、ちょっと症状がありましてですね、俺お会いはって今更ながらにゾッとしてますが、今まあエンジンで走ってますから関係ないですけどね、いうことで無事到着できるだろうと思います。もう本当になんかね、皆さんの気持ちっていうか運っていうか神仏のご加護というかですね、あとはこの船の扱いやすさと強さ、もうそれにつきますね。ちゅうことで、これからまあ締めのコメントみたいなやつはもう明日から落ち着いてから喋ります。今もこれからね、もやいの準備とかフェンダーの準備とかいろいろやらなきゃいけないことありますんで、バタバタしてますから、とりあえず着いたぞー。サンディエゴの街ご覧いただきましょう。よいしょ。
はい、斜面に沿って住宅街がずらっと並んでるのが見えます。サンディエゴです。あと5マイルぐらいかな、 5Cマイルだからまあ10キロぐらいありますかね。はい、星条旗、日の丸、船尾に日の丸掲げるのはもう国際法上これ常識なんで、はい、まあ法律の要請ということもあります。シュラウド切れてるっていうか根元から抜けてるしってヨットやってない人は分かんないと思いますけど、怖っ。これがサンディエゴ湾の入り口のポイントロマです。近づきすぎると、昆布にプロペラ取られるという話なんで、ちょっと2マイルぐらい大回りして走ってます。辛坊さん、今サンディエゴ湾の入り口太平洋側から入ってきまして、まさに今私の真正面に、見えてまいりました。湾内ヨットが多いので安全に航行するため、セールを下ろして、機装で今入ってきています。辛坊さんのヨットカオリン5です。7ノット、時速およそ 13.8 キロ、自転車ぐらいの速さで今ゆっくりとシェルターアイランドに向かって進んでいます。大丈夫かな。ねえ、そうなんですよ。つまりね、あそこからこっちに来なきゃいけないわけですよ。ちょっと電話しよう。こっちに来ない。ここに見てますよ。ああ、帰ってきた帰ってきた。こっち降ったね、多分やん、多分あれだね、大丈夫か、こっち向かって、ちゃんと分かってますね。あ、見えた、日本の旗見えました、見えました、 あ、ありがとうございます。後ろが日本の旗ですね。でっかい。今辛坊さんのヨットカオリン5が我々の前に姿を現しました。マストの中頃には星条旗、そしてヨットの一番最後尾には日の丸を掲げて今徐々にゆっくりゆっくりとシェルターアイランドの海上警察署
入国審査ブースに向けて進んでまいりました。5時35分を回ったところです。辛坊さん今おーいと大きく声を上げています。ちょっと辛坊さんに向かってマイクを向けてみたいと思います。我々から今30メートルほど離れた会場を走っています。何ですか？どっちでも止めやすいところに、どっちでも止めやすいところで大丈夫です。どこにつけるの？そっちです。私走ります。そっちです、そっちです。そこです。ちょっともう着きますわ。ちょっと、うん、案内もあるんでもうこのまま喋り続けます。マイクの方で、はいはいはい、無限です。はい、辛坊さん今アメリカの入国管理設備兼ねましたサンディエゴの海上警察署の内桟橋に今まもなく接岸をするというところです。今船の進行方向を調整しまして内桟橋に接岸するよう今コントロールをしているところであります。親指を投げて取ってもらった時にですね、非常に元気な様子です。声を大きく張り上げまして我々に右舷でつけるのか左舷でつけるのかどっちだと大きな声で指示を求めていました。はい、今まさにですね辛坊さん、私の目の前約100メートルほど離れた会場にいます。はい、で、今太平洋側からサンディエゴ湾に入ってきまして一旦、私たちの前にある、まあ、いわゆる入国の桟橋ですねを大きく通り過ぎましてぐるっと回って、まあ、あのヨットの右側を、まあ、桟橋につけるか左側を桟橋につけるかという指示を先ほど大きな声で我々に問いかけまして、まあ、あのその指示に従って今ぐるっとですね、湾の奥に一旦入っていって体勢を整え直してもう一度桟橋に U ターンして戻ってくるという状況です。今 U ターンしてます。今100メートルほど離れたところですね。はい、あの非常に大きな声でですね、まあ、あのいつも有楽町で喋ってた時と変わらないトーンで大きな声で右舷か左舷どっちっていう非常に元気な声でしたね。はい、できます。はいはい、ですね、間もなくその辛坊さん、入国管理を兼ねた、まあ、あの海上警察署の専用浮桟橋というのがあるんですがそちらに接岸をしましてそして接岸後にですね、CBC、アメリカの税関国境警備局こちらに、連絡を入れます。そうしますと、このハーバーから約3キロほど離れたサンディエゴ国際空港から、まあ、その入国審査官と係官がですね、こちらにやってくると
というふうに聞いております。で、やってくるのにおよそ、まあ、2、30分はかかりますでしょうか。そしてそこから、私が聞いているのは1時間から2時間程度、まあ、その船内で持ち込みの物品であったりとかですね、あと、まあ、船内の衛生状況、検疫ですね、このあたり、それからあの入国審査、というものがセットで行われるというふうに聞いておりますので、まあ、それが終わるまでは私たちちょっと近づくことはできないんですが、まあ、あの、なるかもしれませんし、ひょっとするとあの係官の方が来てもいいよということであれば、この後あのマイクを持ってですね、そのまま行こうと、その桟橋のところまで行こうとは思っておりますが、まあ、あの出たとこ勝負なので指示待ちという感じですね。はい、今ね、頑張ります。あの今辛坊さん U ターンをしてまいりまして、そうですね、50メートルほど近くのところまで、今戻ってきました。で、私が今いる岸壁からですね、その浮桟橋まではざっと30メートルぐらいの距離ですので、あの大きな声で辛坊さんがあの、話していただくと、ひょっとするとこのマイクで拾えるかもしれませんね。ちょっとですね、辛坊さんまた桟橋から離れていっちゃったんですけれども、何が起こってるんでしょうか。あ、風の向きなのか、今、まあ、微調整という感じですね。で、はい、今もうちょっと離れましたね。また100メートルほど、離れたんですが、はい、はい、今は無理ですね。ただあの桟橋のところまで来ると多分それぐらいのことは可能だと思うので、はい、はい、わかりました。はい、そうですよね、はい、はいはいはい、ありがとうございます。はい、では引き続き、収録用にこのまま話し続けます。辛坊さん現在今入国審査を兼ねた海上警察署の桟橋の周りを、ちょっと一周ほど回っています。おそらくですが、まあ、周囲にたくさんヨット船舶がいますので、まあ、ぶつからないようにまあ、回避をしながら、接岸するタイミングをぐるっと今桟橋の周りを一周回って、タイミングを測っていると、そんな状況で、あります。今ちょうど桟橋の入り口側までまたぐるっと戻ってきまして、辛坊さん慌ただしくですね、ヨットの甲板の上を走り回っています。前方のバウというところのハッチを今開けようとしてますので、ちょっと分かりませんが、あ、今モヤイズナですね、桟橋とヨットをつなぐロープ、を今ヨットの前から出しました。まあ、1人しか乗ってませんので、そのヨットのですね、モヤイズナを、ご自身で、まあ、ヨットの、まあ、部品に、くくりつけて、まあ、陸側に投げ入れないといけないんですが、これその、ロープの、まあ、を出して結んでというのをしながら操船もしてと、まあ、あの湾内ですのでいろんな、信号や標識がありますので、そこにぶつからないようにと、いうことで、辛坊さん、今操船をしながら、かつ、そのロープを出すという作業をずっとしております。ちょっとまだ慌ただしいですね。まだ着岸はしておりません。着岸、できる準備を今しています。またあの大きく今、桟橋からは離れていきましたけれども、まあ、あの接岸の準備を今しながら、まあ、一旦接岸の場所を確認したと、そういった今状況であります。
ットの最後尾には、日の丸、そして、ヨットの中ほどにはアメリカの星条旗が掲げられています。そして出航前に開いたファンの皆様とのイベントで書かれた寄せ書きも星条旗とともにマストの中央付近に掲げられています。今新保さんまた一旦桟橋から離れていきましたけれども、今また桟橋から300メートルほど離れた海上で U ターンいたしました。今からもう一度接岸に向けてのアプローチをスタートされると思います。4月9日に大阪丹野を出港しておよそ9500メートル、長年の夢だった太平洋横断の夢を今果たそうとしています。今ですね、再アプローチ、もう一度接岸に向けて、100メートルほど離れたところから近寄っていっているところです。でロープの準備を先ほど終えた感じなので次こそ接岸すると思います。はい、多分接岸5分以内。はいはい、じゃあこのまま実況続けときますね。はい、新保さんのヨット、入国管理施設を兼ねましたサンディエゴの海上警察署の桟橋に、再び、入港に向けて接岸に向けてアプローチをスタートしました。先ほど一旦桟橋の前を通り過ぎまして、湾の奥で U ターンしてからもう一度桟橋の、向こう側奥側を U ターンしていきました。通り過ぎていきました。あのヨットの前にある、物入れのところから陸と船をつなぐ、モヤイズナ、ロープを取り出して、フェンダーといいまして、いわゆる船と桟橋との緩衝材、これも引っ張り出してですね、最終の接岸に向けての準備をされていました。多分これで準備は整ったと思います。そして、今桟橋の奥側をですね、ぐるっとまた回っているところですので、最終の、これアプローチに向けて、入り方を考えているところだと思います。はい、ですね、辛坊さん今あの桟橋の向かい側を2往復ほどしまして、いわゆる陸と船をつなぐロープを出したりという接岸準備を最終されてたんですが、今ですね、今その桟橋に向けて最終アプローチに入りました。あと30メートルで接岸というところまで今やってきました。今これが多分最終のアプローチだと思います。はい、マストの中ほどに星条旗、そしてヨットの一番後ろの部分には日の丸、イベントで寄せ書きをしていただいた旗もマストに掲げて、今その桟橋まで10メートルというところまでやってまいりました。ゆっくりとゆっくりと安全に辛坊さん操船しながら今その入国管理の桟橋に近づいてきました。あと5メートル、あと5メートルというところまで来ています。はい、今50メートルほど離れてるんです。桟橋の一番端っこに、つけるということで、ちょっと多分声は届かないと思いますが、今桟橋まで1メートル切りました。はい、
今桟橋に着岸です、今着岸しました、間もなく、モヤイズナロープを陸上にいるスタッフに投げ入れるところです、今無事に着岸しました。はい、そして今地上の桟橋スタッフがモヤイズナを取りました。モヤイズナを取りました、今桟橋にモヤイを取りまして無事に接岸です。今無事に接岸しました。今3人がかりで辛坊さんのヨットカオリン5を、このアメリカの入国桟橋に、今確実に、止めました。辛坊さん元気に、今操縦桿を握っております。いえいえ、はい、はい、では後ほどまたお話聞けたら、はい、ご連絡します。終わりたいと思います。まもなく入管の手続き